ヘンミンゲン、またはヘミンゲンはドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトゥットガルト地域及びシュトゥットガルト大都市圏に含まれる。ヘンミンゲンはシュトローゴイの中心部高度270メートルから384メートルに位置している。この町はシュトゥットガルトの北西約8キロメートルにある。 ヘンミンゲンには、ヘンミンゲン集落のほか、ハウス・ハークミューレ、ハウス・ロール・シュペルク、ハウス・ゼークミューレ、およびリソンのドリンゲン、ホーホシュテッテン、ホーフシュテッテンが含まれる。州統計局の2018年現在のデータによる。ヘンミンゲンが古い入植地であることを示す貴族の、病床を含む中世初期からの墓地が知られている。旧世紀のカロリング町の時代に、 アルザスのバイセンブルク修道院はこの地に土地を所有していた。ヘンミンゲンは九百九十一年に初めて文献に記録されている十三世紀から十五世紀までベーベンハウゼン修道院がヘンミンゲンに少なからぬ土地を所有していた。アンドレアス・キーザーが制作した六百八十二年頃のヘンミンゲンの絵図ヘン,ミンゲンの歴史は十四世紀からこの村の領主権が城や 荘園の貴族とビュルテンベルクの領主との間で分割されていたという事実に何世紀にもわたって支配されていた。ンゲン家が断絶した後、まずニッペンブルク家が領主となった。1650年にエーバーハルト三世以降がヨハンコンラート・ファルンビューラーにンゲン村を霊園として与えた。これはファルンビューラーがベスト・ファーレン条約締結に際して、 外交施設として大いに貢献したことに対する報奨であった。これにより村の領主はファルンビューラーだけとなった。ヘンミンゲムはビュルテンベルクのアムト・レオンベルクに属し、ビュルテンベルク王国建国インゴもオーバー・アムト・レオンベルクに含まれた。財務大臣を務めたカール・フォン・ファルンビューラーと最小を務めた同盟の息子カールの働きで、ヘンミンゲムは広く知られるようになった。 1906年のシュトローゴイ鉄道開通により、ヘンミンゲ園はビュルテンベルギシェネーベンバーネンの鉄道網に接続した。ナチ時代の行政改革により、1938年にレオンベルク軍に編入された。この町は1945年にアメリカ管理地区に入り、新設されたビュルテンベルクバーデン州の一部となった。この州から1952年に、 現在のバーデンビュルテンベルク州が成立した。戦後、平民元では目に見える形の発展が起こった。このため、まず町の中心部の南側に古い町を半円形に囲む形で新しい住宅地が設けられた。1960年代末以後、古い町の中心部の東と北西に住宅がいくつもの後期に分けて建設されていった。 町の南西には密集した商工業地区が成立した。1973年にバーデンビュルテンベルク州の軍域再編が行われ、ヘン民ン,ンはルートビヒスブルク軍に編入された。ヘン民ン,ンとシュビーバーディンゲンは1974年からシュビーバーディン,ゲン,ヘンミン民ン自治体行政連合を形成している。ラウレンティウス教会ヘン民ン,ンは宗教改革まで シュパイアー主教区に属し、三位一体女祭長区、グリュー人間三次会の会に置かれていた。福音主義のウルリヒコウは、1534年に、ビュルテンベルク全土に、従って、変民元にも、福音主義を信仰するよう命令した。ニッペンブルク領主家だけは、カトリックの信仰を守り、これ以後も、城内で私的に、カトリックのミサを行った。間の福音主義教会は、 現在約3000人の信者を応用している。この教会は、ビュルテンベルクの福音主義地方教会のディッツインゲン、教会管区に属している。礼拝は、ラウレンティウス教会で行われている。また、集会所を借りて、パーティーを行うことも可能である。教会のパーティーもここで行われる。福音主義青年会、ン民元ンンは、青少年活動を担っている。 カトリックの変民元教会組織は約1900人の信者を擁している。この教会はミュンヒンゲンを含みコルンタールの教区と共にロッテンブルクシュトットガル都市教区ルートビヒスブルク主席主催区内で死牧会を形成している。カトリックの教会は1959年から独自の教会堂制御オルク教会と教団センターを有している。 変民間には新首都教会の組織もある。また、変民間には約400人から500人のムスリムが住んでいる。変民間の町議会議員は18議席である。ハイン・リヒラートフェルザーは、1948年から1978年まで変民間の町長を務めた。その後継者、 ベルナーナフツは1978年3月12日から2010年3月11日まで町長の職にあった。トーマス・フェーファーは2010年2月7日に町長に選出され、同年3月12日に町長に就任した。再選選挙は2017年12月17日に行われた。シェーファーは96.2%の新任票を得て再選された。 紋章は、金字で、グリップを下に垂直に配置された、青い焼き網。焼き網は、変民元の守護聖人生ラウレンティウスの殉教を示すアトリビュートである。町の旗は、青から木で、1980年4月15日に、認可された。1946年に設立された、福音主義協会のポザウネン,ンコールは、約40人のメンバーを要するクラブである。 シュピールマンス・ファファーレツーク・ヘンミンゲンは1952年から存在しており、国際ツアーで演奏を行っている。ヘンミンゲンには多くのスポーツクラブがある。GSV ヘンミンゲンは、サッカー、ハンドボール、テニス、卓球など幅広い種目を提供している。ハンドボール部門と水泳部門は、TSV シュビーバーディンゲンと姉妹クラブ提携を行っている。かつて、 GSV に所属した有名なスポーツ選手としては、プロサッカー選手のセルジュニャブリ、プロハンドボール選手のマイケメルズ、ディナーエッケルレ、マルクス・ロミンガーがいる。ヘンミンゲン射撃クラブは射撃スポーツを提供している。ヘンミンゲン上ラウレンティウス協会は、この町の最も古い建物であり、町の中心部、マルクと広場沿いの上官近くに位置している。カイザーシュタインは、 変民元の南にある高さ約6メートルの石碑で、1885年に皇帝ウィルヘルム一世が変民元城を訪れたことを記念して建立されたものである。もともとは金属製の和紙を頂上にいただいていた。グレムス川沿いに保護文化財に指定されているハークミューレがある。町は、専人の管理者のもと、青年の家、アスターガルテンを運営している。 福音主義、有限と変民ン,ン,ンは、福音主義協会組織内の独立した青年活動グループとして2007年に発足した。1906年から、シュトローゴイ鉄道が運行している。平日は30分間隔、週末は1時間間隔に、変民ン,ン,ンとコルンタールとの間を往復している。その後、シュトローゴイ鉄道は、ディッチンゲンハイマーディンゲンと、 コルンタールとの間を運行するようになった。この鉄道は R61 号線としてシュトットガルト交通運賃同盟に属しており、ルートビヒスブルク軍と沿線市町村で形成する首都老後位目的連合によって運営されている。この他にバス路線501、502、534、591、612、 651号及び夜行バス N55 号が近隣の大きな町などとの間を結んでいる。変民元は2013年12月2日に新たに設けられたレオンベルク、変民元及びその周辺環境存に組み込まれている。変民元には基礎家庭学校が1校ある。また、シュビーバーディン元ンと共同でクレムスタール州レを運営している。 この町の電力も及びガスもはエンベベイレギオナル、AG が運営している。変民間の飲料水は、周水供給会社とシュトローゴイ水供給会社との混合水である。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。 ドイツ語番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。ベシュレイバーングでバーンツバイフンの変民言。ありがとうございます。